談社ラノベ文庫、講談社のライトノベルが原作のテレビアニメ、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術の第2期、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガが、4月8日から TBS、BS、TBS で放送される。第2期には新キャラクターが続々と登場。その一人で、教会の最高権力者、大主神官の少女ルマキーナ・ウエスエリアを演じるのが伊藤未来さんだ。伊藤さんにとって、ルマキーナは、あんまり演じたことがないタイプのキャラクター。新しい表現で、気合を入れて臨んだという。伊藤さんにアフレコについて聞いた。異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術は、紫幸也さん作、鶴崎希代さんイラストのライトノベル。大人数接続型オンライン、MMO、RPG で魔王と呼ばれるほど圧倒的な強さを誇っていた坂本拓馬が、魔王ディアブロとして異世界に召喚され、ヒロインに翻弄、翻弄されつつも強敵に立ち向かう、というストーリー。第1期が2018年7から9月にされた。異世界魔王は、バトル、お色気シーンなど、様々な魅力のある作品だ。伊藤さんは、第1期を見て、その魅力の虜になった。男性の夢と希望が詰まった作品ですよね。キャラクターの掘り下げ、ストーリーも面白く、テンポもすごく良くて、異世界にいるかのように、作品の世界に入り込みました。異世界に行けたらいいな、と思ったり、笑い。伊藤さんが演じるルマキーナは、大主神官ということもあり、正義感、信仰心が強い。一方で、どこか常識とずれたところもある。可愛くてふわふわしているけど、大主神官なので位が高く、正義感、信仰心が強い女の子です。位が高すぎるのか、ちょっとずれているところもあります。みんなが怖がるところで、怖がらなかったり、信仰心があって、落ち着いていて、普通の女の子とはちょっと違う。動じないし、自分の意見を堂々と言えます。見た目は可愛いが、可愛いだけが魅力ではない。伊藤さんはバランスを意識しながら、ルマキーナを演じた。可愛い一面もありますが、可愛らしさを出しすぎずに、意志の強さ、かっこよさ、凛とした。品の良さを表現できたらと思いました。なってはいけないので、優しさも意識していました。状況によって色々な顔を見せますし、ブレないように、と。難しかったですね。どこまで可愛くするのか、かっこよくするのかを音響監督さんと相談しながら、細かくディレクションしていただきました。あんまり演じたことがないタイプのキャラクターですし、想像力を働かせて、頑張るぞ、と気合を入れて、ギャップにグッと来ていただけると嬉しいです。お色気シーンも同作の魅力の一つだ。伊藤さんにとって挑戦となった。そこもこの作品の見どころですね。ここまでお色気シーンがあるのは、挑戦でした。来るぞ、来るぞ、と気合が入りました。思いっきり叫んだりして、やってやるぞという気持ちで楽しみました。新しい表現をできる楽しみもあり、不思議なテンションでしたね。第一期がある作品ということもあり、アフレコに参加するまでは緊張もあったという伊藤さん。現場に行くと、緊張もほぐれ、役に集中できた。みんなの雰囲気がどんな感じなんだろう、と緊張していましたし、不安でしたが、皆さんに優しく受けて入れていただき、和気あいあいとしていました。セリフ量が多く、集中しなきゃ、という気持ちもあったのですが、皆さんに助けられましたね。第2期の見どころを、新キャラクターがみんな個性豊かで、愛すべき癖のあるキャラクターばかりです。2、ディアブロさんがより一層かっこよくなっています。バトルシーンも楽しんでいただきたいですねと語る伊藤さん。ルマキーナのギャップを堪能したい、R。